おはようございます。ちょっと日の出前から山の方に来てまして、ピントが、私の目のピントが全然思ってない。今日はちょっとね、コルリチャレンジ、喋ってる場合じゃないんやけどね、コルリスポットにちょっと来たんですけど、今ちょっとざっと一周歩いた感じ3匹ぐらい多分そうやと思うんですけどね、影を見ました。なんか取れる自信がないんやけど、まあそれぐらいすごい警戒心が強くて、本当にこう人がいたらね、隠れるんですよ。それがなんか他の鳥だったら結構ピタッと止まってんねんけど、本当にね、視界を遮るように木の裏に木の裏に隠れながらさ、後ずさりしていくみたいな感じやね。まあ、そんな感じなんですよ、本当に。これだからじっと待っとかなあかんねんけどね。待つ場所もわからんしな。まあ、何枚か撮れたらいいな。姿が見れたら、姿を撮れることができたら、まあ、綺麗な写真とか撮れるので、ちょっと姿だけでも撮りたいですね。今日はそんなチャレンジです。Z52445。持ってきてます。じゃあ行きます。全然ピントが見えんのに。さあ、ちょっと本当は喋りながら行ったらあかんねんけど、まあ、こんな感じで山歩きをしながら、足元にこの山道に降りてきて餌をついばんでるんですよね。なんかその脇におるんかな。で、出そうなとこをじーっと待っとったら、この山道に出てくるらしい。で、師匠はそれをじっと待って取るんやけど、一日かけて。で、そこまで多分私はできんから、おっと。めっちゃ遠いけど、おった。マジか。待って、ピントをけん。マジか。ちょっとビデオ撮るか、ビデオ。これ。これちゃん。マジか。これちゃん、これ。フォーカスかけん。フォーカスかけん。来た。これ、ゴルリちゃうな、これ。これ、ゴルリちゃう。あ、どこ行った。わー、行ってもたぜー。いやー、びっくりした。いきなり来た。もう多分ちょっと気づいてるぐらいかな。あ、帰ってきた。わー、これはええ距離やな。あ、そこか、あれか。もう全部マニュアルフォーカスや、これ。あれ。木の向こうやね。多分バレてるな、これ。聞こえてるよな、俺の声。近づいてきた。お、来た。いやー、マジか。ちょっと待って。マジで待ってくれ。うまかん。光が入れん。これも。頑張れ、Z50。さっきのコルリは結構根性ありましたね。私はもう分かってるけど、こっち向いてじーっと木の実のおったから。まああれだけ止まってくれたらね、一応認識はできたんやけど。あ、何せ暗い。6400で、シャッタースピード30分の1でも、もう激暗やからね。あれはどうしようもないな。いやー、難しい。明るいところに出てけんもんね、あんまりね。いや、そう考えたらうちの師匠はほんますごいわ。やっぱり小鳥とるんやけど、なんかちょっと格が上ですよね。その難しさ。あんま人慣れしてるところに行きゃいいんやろうけど、完全に自然の中に入っていって、彼らを相手するのは至難の技やね。あ、ここ出てきてくれたら見やすいんやけどな。まあ見やすいことは、相手からも見やすいから、そんなうまくいかんねやな。なんかいい感じに光が入ってる。枝がかっちょいいから撮っときましょうか。はい。ちょっと中休み。いやー、緊張する。もう
これやね、これ。こういう緊張感やね。さあ、ちょっと見通しがいいからでしょ。おっとおっとおっと。マジか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 。マジでおっとマジでおっとマジでおっと。マジでおっとマジでおっとマジでおっと。おっとおっとマジでおっとマジでおっと。ほらほらほら。ほら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 。ちょっと待って。あ、ピンとかピンとか。ピンとか。ちょっと待って。ビデオ回すかビデオ、ビデオ回すか。どこ行った？ほら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 。ほら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 。マジかマジか。おい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 ピンとかピンとか。おいおいおい。これが、おい、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。どこ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 。マジでおったな、びっくりしたな。今日これ何回目や。めちゃめちゃ追ってる。これ取れた、さっきの取れた、取れてる、取れてるよね。いやー、やばいやばいバリ楽しい。これはあかんわ、楽しすぎる。もう写真もうピントなんか合わへんからね。もうだいぶ明るくなったからいいけど、撮れた写真全ピンと合ってない。これゆっくりかな、ゆっくり。どうぞ。ちょっと待ってよ。やべえ、緊張する緊張する。あ、飛んだ、あ、飛んだ飛んだ。バレたバレたな、バレたわ、今のバレた。いやー、でもバレんの早いな。距離にしたらどれぐらい、30メーターこれ向こうやね。すごい警戒心やで、これ。いやー、あかんわ今のは。さっきのなんかたまたま撮れましたよね。ちょっと曲がり角でちょっとせっかくこれ撮るか。今ほんで気づかれたんが距離してね、30メーターぐらいかなぁ。そうあるね。30メーターもないかなぁ。まあ、ちょっとだからね、こう覗いて、遠くの方で見えたら大丈夫やけど、その、なんかラインに子供、あの、体ごと入ってしまったらもう一撃でバレるね。なんか視界のライン上に絶対入ったかねえけど、その無理に等しいよなぁ。いやぁ、超むずい。総主張がめっちゃ泣いてますね。ほんま、総主張の巣窟やな。ロコさんはどこ総市長？近いの？ブツ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 言うてる。あれか、あれ、あー、開いてる。これ、これか。あれ、総市長じゃないで。なにこれ。え、なんか違う、違う鳥見つけた。キビタキ？キビタキのメスかな。全然逃げへん。まあ普通こうですよ。こんな感じですよ、普通は。結構離れてます？あ、いやいや、そんな離れてないけど。あ、これね。ちょっと、わからんかったけど。多分、キビタキ？キビタキのメスかな。まあ、だいたいこういう感じやろね。普通鳥って。だって私はほとんど動いてないからね。こういう感じでいけるはずなんやけど。コルリだけはそんなわけにいかん。こうなっていくとね、こうだんだんエスカレートしていくんですよね。機材も含めてね。今だってもうすでにテレコンつけようかなと思ってますもんね。まあ、そういう状況に陥るんですよ。こう難しいとか難易度の高い鳥を狙うと、あ、オートフォーカスもっとええのがええなとかね。ちゃんと認識で追っかけてくれたらいいなとかね。まあ、そんなんとか思っちゃうし、D500 みたいに、シングルでもっとバチッといってくれんかなみたいなね。私今回撮ってますけど、あの、ほぼ全てマニュアルフォーカスですからね。だからほぼピント動いてないと思うんですよ。まあ、あんまね、こうなってくるとやっぱ機材って思ってもんやけど、
ただ私はこういうのを、まあ年に何回するかにね、なんかそういうバランスをやっぱ考えなあかんからね。これなんやん、毎回なんやろうと思うんで、なんか盆栽みたいにね、木が綺麗に直角に生えてるんですよ。毎回見ておもろいなと思うけど、なんか面白いんですよ。これをホビオンで撮るといい感じやね。ちょっと何回か往復しましたけど出ませんのでね、まあ、この辺りでちょっと様子だけ見てからもう帰ろうかな。で先ほどね来た人とちょっと話しとったんですけど、やっぱり私が往復したからよね、なんかおるつもりで来たけどおらんなって言ってあって、なんか結構確信持ってはったみたいな感じだから、まあ、毎年来てはるんやろね。で私が朝一入ったからそのいなあかんやつが飛んでしもうたんかもしれんけどね、ちょっと申し訳ないなと思いながら。でもこれ時間帯めっちゃ難しいと思うんですけど、今ちょうど7時半ぐらいでね、光が入ってきたんですよ、山の中にね。まあ、今日はちょっと曇ってるから、でもその朝一来たら光入ってないですか。でもこの時間帯に来たら多分もう人が入ってますなんかね、まあ、そんなんですごいタイミングやっぱり難しいかな。人が通ってしまったというのは多分鳥が出にくいやろうしね、それこそ山歩きの人もいるから難しいですよね。まあ私たまたま今日朝一多分一番で来たんで出会えたんですよ。なんかそんな感じかな。人が、まあだから平日とかそうなのね、人が来ない時に狙ってちょっと光が入る時間帯まで待つっていう定点後でね、っていうのが多分一番賢いかな。ちょっととりあえずもう出そうないので帰ります。いや思う通りなんとか出会えましたね。まあ、で、こんなに出会えると思ってなかったけど、6回ぐらい会うたんかな。その後もね、足元をちょろっと見かけたりするのは結構数あったんで、まあ、真剣に固定してここって決めて撮ったら、意外と1日おったらちゃんと撮れるんかなと思いながらね。まあ、だけど今で2時間ぐらいか。うん、2時間半ぐらい結構うろうろしましたけどね。まあよかった、でも出会えて。まあでも人が来るタイミングとか今はすごい難しいな。先行者がやっぱりおったら、かなり粘らんと出てこないですね。で、どっか飛んで行ってるってわけじゃなくて、ちょっと藪の中に入ってるから、人ごろになったらまだ出てくるみたいな感じ。その警戒心の強さのために、よう目を凝らさんとね、じーっと待たんと出てこないですね、やっぱりね。だからそのタイミングすごい難しいんですけど、まあ休みの日とかちょっとしんどいから、やっぱり。こういうの本当に狙ったら、ちょっとレンズも長めにしてね、まあこんな言い出しきれないけど、レンズも長めにして、で、休みの日に来て人がいない時に狙うとかね。まあそんなんせなあかんねやろな。まあなんか渡りの時期に入ってくるから活発になってとか、なんかそんな話でしたもんね、確かね。まあ時期も関係するんでしょうけど、まあ難しいですね。まあでもこんなんを真剣に考えたらまたなんか機材がとかで言い出しするから、まあほどほどにね、しようかなと思います。よいしょ。到着。実家に帰ってきました。ロッコさんいとって。え？ロッコさんいとって。ああ。あよから。朝5時半ぐらいから。ああ。やっぱおったん鳥。おったで。珍しい鳥がおったで。唐辛子これ。すごいやん、数が。え？辛いで。辛い唐辛子。辛い。嘘。アングル気にしてくれたもん。カメラアングル。あ。何本？4本。4本ゲット、うん、なんかほんま、いやめっちゃ唐辛子好きやな。もう俺見てるだけ出せ出てくる。私もあかんねん。おお、ええのええの。ええよ、そんな何もよくなるから。おお、来た。じゃじゃん、唐辛子。この人ぶら下げといた。いや、ぶら下げ食べるで。これかわいい。これトラノ。トラノ、うん、あ、トラノな。うん、トラノ種類いっぱいあんねんで。あ、そうな。うん、白いのもあるしな。山で見た虎の方はもっと山の白いやろ。あ、白い。これ虎の方っていうか、うちの家に虎の方が岡虎の方とな。山のは岡虎の方。山のは岡虎の方。あ、そうな。横の葉っぱと一緒に。はい、チーズ。この葉っぱは気になるんだけどな。蜂あれ虫
牛ですか。横にスライスワイプ、あ、そうそう、スライスする、スライスした、スライス、おいで、あ、それをそれをそれこれを押す、はいはい、うん、あ、これで、うん、それはずっとこうこうこう掴んでこうやってやってみて、どう、こうやってこう、あ、ほな下がずっと出てくるやんか、うん、でもあと大体カメラの話やから今見てほしいの、それそれその上どれ、あ、それじゃない、それじゃない、戻る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 って戻る戻る、そうそうです、今度これでハイブリッドにするよ、あ、そうなの、うん。ごめんなさい、ちょっとよろしいです。はい、はい、どこの営業、ね、どこの営業、そう、健康の話、うん、言うとあの系や。それでは、そんな感じで今日はね、これで終わりたいなと思います。あ、でした。お疲れでした。